ほな、行きましょうか。はい。ちゃんとこれも出ますよ。おー、ほんまや。芝刈りシーズン4。さて、始まりました。お店師範大の芝刈りでご活動しよう芝刈り。この番組は大阪交響楽団中馬奏者お店師範大こと塩見弘明氏を招いてダラダラと話しながら中馬や中馬奏者について発信していく、2019年3月からほぼ毎週配信している中馬トークバラエティ番組です。はい。まあ、10月に、まあ、もう10月半ばですけどね、10月の頭に2回目の、リサイタルを終えることができまして、まあ、今回そのボリューム1ボリューム2と、リサイタルを終えてほっと一息ついておる師範大でございます。先ほど下の天音さんでいただいたお昼の、はい、うん、レンコンがずっとねこの辺に出る中の人です。それね、あの歯茎の痩せたおっさんの言うセリフや、ね。まあ我々もおっさんですからね。はい、もうね、それとね、あのオープニングのあの喋りをね、はい、あの今プロンプター見ながら喋ってたんですけど、久しぶりすぎて息継ぐ場所がよくわからなくなってました。あれとか、なんか赤赤持たへん持たへんどこですって。そう、いや便利ななんか機能のこれ iPad でしょ。はい。iPad の中のアプリかなんか使ってるよね。はい、いやすごいなんか便利な機能使ってるんですよ。結局読む人はアナログなので。そう。アナログの人間がちゃんとスラスラ言えるかどうかっていうのは問題よね。そう。いや、初見で吹いた時にあのブレスが変なとこになるみたいな感じ。はい。久しぶりに吹いた曲とかもなりますよね。そう。あれどこで吸ってたっけこれ。同じこと。最近はいかがお過ごしですか。あ、最近はねちょっとあの時間に余裕がある状態が暇になった。そう、暇になったというかね、もともとほら今年ベートーベンイヤーでしょ。はい、そうなんですよ。あのオーケストラ的にはベートーベンの、ベートーベンイヤーなので、どちらかというとベートーベンの作品を取り上げていることが多くって、まあ、主催公演とかもベートーベンが結構続いてたので、まあ、師範大の出番はちょっと少なめだったんですよ、もともとね。まあ、そこにいろいろイベントごとが入ってきてたりしたんですけれども、まあ、夏場それからまあ春から夏にかけてですかねのイベントごとが全部やっぱキャンセルになったり延期したりしてたものが、まあ、秋口からちょっとボコボコと入ってきてて忙しくはしてたんですけど、10月末11月ぐらいはちょっと中馬奏者的には師範大はあのちょっと楽をさせていただいてるスケジューリングになってますんで、11月はね結構時間使える感じですね。なるほど。うん、ここあの9月10月はね、うん、あの文化振興の助成金から見て、うん、はいはい、忙しくしてなくて、11月になったらスケジュールガラガラになってしまってちょっと怖いです。いや、だからお互いに11月が暇やったんや。あ、そうですね。だから9月10月そんな忙しいところにボンボンって入れんでももうちょっと後ろに入れといたらよかったんや。ダメです、11月になったら助成金もらえ。あ、そっか。それが難しいな。それが10月の末までやから、うん、慌てて9月10月にやる。そういうことか、なるほどね。そんな夢のない話。いやでもまあなんとかねあのやれてよかったですね。うん、まあ、会場もね客席数は1回目の方9月の方は半分客席数半分にしてお客様にも入っていただいて、2回目の方は実質あのその半数っていうかあれはなかったもんね。そうですね、あの2週間ぐらい前にホールから電話かかってきて、うん、全部入れても良くなりましたって言われて、いや今からどうにもならないんでとりあえずこのまま行きます。でもあのねちょっとだけ心境的にはね、あの客席にバッテンがついてあるのとバッテンが取られてるのとではだいぶやっぱり違いますね。で2回目の方10月の方はお客さんがやっぱり、まあ、あんまり密にはならないようにはしてたけれども、友達で来てたり、まあ、親子で来てたりしてくださった人たちはやっぱり隣り合わせで座って、あ、これこれって思いながらねステージの上から見させてもらってましたね。うん、まあ、この間ねなんかのツイッターかフェイスブックの投稿で見たのが、海外のオーケストラで各客席に四分音符の紙を置いてて、それで席が間隔空けてて、ああなんかすごいなんかおしゃれな感じにうまいことやってるな、なんでこんな思いつかへんかったんやろ、悔しいなって思いました。大体そういうのって後から見て、あ、そうやって思い出すの。そうなんですよ。そう、バタバタと準備してる時にはなかなかね
出てこないアイデアですね。はい、というわけで本日のメインに参りましょう。はい、本日のメインはこちら、デデン、おっさんトーク。もうね、今の流れのままです。おお、いや、おっさんトークってイコール、あの、何も考えてませんでしたやからね。一応ね、あの、時事ネタをね、ああどう考えてるのかって、奏者の人がそんなことか、どんなこと考えてるのかって、あんまりね、音楽以外のことでは分かんないから、うんうんうん、まあ、そういうのを時々入れようっていう、僕が台本を考えてなくていい回。そう、だから何も考えてこなかった回やろ。はい、あ、なるほどね。なんかヨーロッパやばいらしいですよ。ちょっとまた増えてきたでしょ。なんか今日っても配信の時やから、うん、選手やねんけど、うんうん、イタリアがやばいとか言ってたし、フランスも危ないねえ、うん、で、あの、ベルリンに住んでるピアノの子、ダニエルさんも、はいはい、なんか外出がなんかすごく制限されたみたいなの書いてて、うん、なんかうちらもそろそろやばいんかってちょっと思ったりするんですけど、だってもうぼちぼちあれでしょ、あの、海外からの渡航をちょっとずつ解放していってっていうことが始まっていくでしょ。そしたらもう一気に来るっしょ。だからどうしたらいいんですか。もうそら自分自身でプロテクトするしかないですね。なんか金魚鉢こうかぶってね、宇宙旅行するぐらいの感覚で、まあ、暑くはないんでね。あ、そう、こっから先寒くなっていくから、うん、ね、だから金魚鉢かぶって、で、ちょっとあの、下防護服みたいなの着て、手袋をして。せっかく催し物再開したのに、また何かってなったらちょっと嫌ですよね。うん、まあそうだね。だからやっぱ催し物をする時にも、オーディエンスの方々とか出演者もみんな金魚鉢着用を義務付けるという。あら、金魚鉢屋さんも儲かるし。ものすごいニッチじゃないですか。またあの、まあ、メルカリで売られるんでしょ。1個2万円とかで。そうそうそう、金魚鉢が転売ヤーがね、うん、金魚鉢買ってきて。いや、実際ね、もしコロナが収まったらね、うん、まあまあいつなのか分かんないですけど、いつかきっと収まるんでしょ、うん、いや、どう分からへんよ。そらコロナがある中でこれからずっと生きていかなあかんかもしれんから、うん、そうするとこういうこのアクリル板、そう、世の中で多分ね、いらなくなったアクリル板がいっぱい溢れますよ。あれどうするんでしょうね。まあ、みんな緑の窓口とかで使うんじゃない。これね、見てもらって全然こっちから分かる、こっちからやったら分かるかな。ここがね、切れてあるから緑の窓口みたいなやつや、ずっとここで、あの、これ、あの、3時50分発の新快速お願いしますみたいな、ここでやり取りして、みたいな。そうそう、あの、あとパチンコ屋で換金するときとかね。市販代パチンコするんですか。あれ、昔よ、言ってた。あ、マジですか。ああ、2つ上の先輩にね、めっちゃギャンブラーおったでしょ。よよよよよ言う人。え？よよ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 って笑う人。メガネかけてこうやって上げながら。僕かぶってます？あ、そうか、二つ違うからかぶってないんか。でも知ってるよ存在は。その二つ上の先輩が師範代に教えてくれたんですよ、パチンコ。あの、学生自分結構行ってた。学生の時に先輩がずっとやってるのを見てて、うん、で、卒業したら、まあ、お互いにフリーランスやってるから、はい、で、先輩と夜遅まで遊んでたりするでしょ、うん、ほな先輩が明日ほな朝から行くかっつって、どこ行くんですかって言ったら、これやんけっつって、うん、パチンコってこっちよりもこっちスロットの方が多かったんで、あの、こっち行こうっつって、で、あ、分かりました、で、僕でも打ったことないんですけどって言って、お前な、男たるものスロットの一つや二つ言っとかんとあかんやろみたいな、社会経験積んどかなあかんやろみたいな、あ、そうっすか、分かりましたっつって、で、前の日にもらったギャラ握りしめて一緒にパチンコスロット行ってすっからかなって帰ってくるみたいなね。あ、まあ、先輩はね、結構ザクザク出して、あ、よよよよよよ言うて、初めての。それからあとは行ってたんですか。言ってた。お、それで最初負けたんやけど、
その次なんで負けんねんと思って行ったら勝って、やっぱ勝ったらあかんねんあれ。あ、勝ったらあ勝つやん思って、でちょっと手持ち残るやん。そしたらよっしゃこれまた明日みたいな感じで持ってて遊ぼうとするから、基本的にあかんね。やっぱりああいうのって障害通ったら絶対マイナスやと思う。まあお店儲かってますからね。そうじゃなかったらパチンコ屋さん儲からへんねんもん。いや僕は最初初めてのスロット体験が逆でした、うん、ああ僕の一個上にこれの人いるじゃないですか。あ、西の方から来てたやつね。西ちゃうかったっけ。堺の方。あ、堺の方から。え、誰や。卒業後北海道に。ああ、分かった、はいはい、あの人がね、行くぞって言って連れて行かれて、僕も全然分かんなかったで、やったら、うん、もうなんかあっちもいなくなったわと思ったら、隣に座ってた人が、うん、これなんか今いい状態やと、ほんでちょっと入れてくれて、でやったらええねんって言った。ほんなんかなんで買ってんのかよく分からへんけどいっぱい出てきた要するにフラグが立ってる状態やったわけやね、うん、ほんで先輩ボロクソに負けててで僕買ったんですけど、先輩ものすごい不機嫌なんですよでね、そっから行ってないです。なるほどな。じゃあ一回行って勝ってやめてるから障害トータルプラスや。あ、そうや。すごいやん。そうですね。すごい。なんかね、これね、なんか誰もが僕はなんで勝ったかよく分からない。こんな感じやし、うん、先輩不機嫌やし、うん、なんかもうええわ。いやーあれね。やっぱりね、まあ何がおもろいって、こう負けてもまあ市販ではそういう遊び方だったんやけど。負けてこれぐらいの額やったら負けてもええかなって思う額しか持っていかへんね、はいはいはい、うん、でもう熱狂してしまう人はやっぱりなんかこうお金借りてでもやってみるとか、下ろしに行ってでもやろうとするけど、もうこれぐらいやったらもう今日負けてもええわってすっからかなって帰っても、まあこれぐらいやったらって思える額しか握っていかない、うん、でそれで負けたら負けたで、勝ったら勝ったで、それは自分にとって持って帰ってなんか美味しいもんでも食べようとかできるからね。それ以上にあのね、市販台が面白かったのはそのなんちゅうやろ、自分で今のパチンコは全然そういうことがもうできなくなってんねんけど、昔は目押しで入ってるかどうかが確認できたよね、うんうん、なのでその77じーって狙って7って押した時に777がピシャッと揃う時の感覚のよっしゃーみたいなのがあれがたまらんくて、うん、そう一番最初にハマったのはクランキーコンドルっていう機種やったんやけど、はい、面白いね。押した時にグジャって言うねんジーッグジャッグジャッグジャッってハマったら7って揃って、これ777って揃っても押してる間はね音楽ならへんねん。だけど離した瞬間にニニ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 ニみたいな、自分でよっしゃーって先輩と隣り合わせで打ってても入りました先輩ってこう押したまんま入りました7行きました俺ニギ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 ニみたいななんかそういうねバカな遊びをしてましたね。今も全然やったことない。もう全然行ってない。もう行かんくなってもうかれこれもう何年も経つな。一回弟子が海外に行ってる弟子が、うん、ちょっとだけうちに行きたいんです、ちょっとだけでいいんですって言うから、ほな行こうかって言って一緒にもうほんまに久しぶりやったから、じゃあ一緒に行こうって言って隣り合わせで座って一緒に打ったことがもう最後かな、うん、ここで一つ反省がございます。はい、パチンコの話題に脇道にそれた時に、うん、ここに戻ってこようと思って記憶してたつもりなんですけど、そこがどこやったか思い出せないそんなわけで脇道にそれたもん戻れなくなってきたから、はい、まあ、あれね、最近どうですかっていう話でしょ。ちゃうかったっけ。で、なんか向こう大変、催し物大変そうやなって言ってたら、あ、そうやそうや。なんでパチンコの話になったん。パチンコだったんでしょうね。そう、だから上の先輩の、2つ上の先輩の話に入っていったからやな。おお。なんでパチンコの話になった。わかんないけど、まあこういう会でいいかほんまに、でも、うん、また3ヶ月家におれって言われたらどうします。いや今度はちょっとね、家3ヶ月家におって、もう YouTube 散々やってるからね、毎日ライブ配信、
もう毎日ライブ配信、あのね、ライブ配信もちょっと形を変えていかなあかんやろなと思ってんのね。うん、うん、その単純にこう伝えたいことがあるからライブ配信っていうふうに今までやってきたけど、伝えたいことがなくてもライブ配信っていうことをしていって、まあ毎日の生活のこうルーティーンを見ていただくみたいな、うん、生存確認、そう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 、そういうふうなライブ配信になってくるやろなと。あの強いてはあの見守りなんとかみたいな、はい、おじいちゃんおばあちゃんのお家にカメラつけて見守りなんとか市販台を見守っていただくみたいな、はい、うん、あ倒れてはる、そう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 、あの だいたいね防音室で練習してたり作業してたりしても防音室に家族はおれへんから、だいたい上でリビングで家族遊んでしょ、だいたい子供らがドッタドッタ走り回って遊んでて、まあ嫁さんがそれをギャーって追いかけ回してる状態で、市販台だけ下で一人で作業したり練習したりしてるから、もうなんかブレスコントロールの練習スーハースーハーやってて、肺がパーンとか言うたらもうそのまま誰も気がつかれずにそこで横たわってるでしょ、はい、ほなそれライブ配信してたら誰かが市販台今倒れたけどみたいなことで、あの市販台の奥さんとつながってる人がおったら連絡してくれるかもしれないと。救急隊員って市販台が何の話ですか、道場ですか、どっかのそうそうそう、あそうそう、道場の市販台なんですけどややこしい、はい、そう、あのそういえばね、うん、この間チューバマニア出てはった時、はいはいはい、あの最後の方ご飯できたよって呼びに来られてましたいや聞こえてたあれ、いやあのね声は聞こえてないですけど、時間見ながら、あこれがきっとご飯できたタイミングだなと思ってましたそう、嫁さんがドアガチャッと開けて、まだやってんのって言って、まだやってまだやってみたいな、そう、多分あれ終わったらそのままご飯の流れやったのがあれ上がってけえへんなって思いつきはったよなと思って見てます、そう、話では1時間半で終わる、90分かなっていう話してたから、一応ねスティーブもあれずっと話しながら、ちょっとこう斜め上見て時計をずっと見ながらね話してて、もうぼちぼちかなっていう話をしてたんやけど、やっぱりあの質問がどん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 かさばってくるので、でしかもね、あの通訳の方も日本語で書いてある質問を英語に読み替えたり、英語で書いてある質問を日本語に読み替えたり、で師範代が答えたらそれを英語にしてくれたりとか、ずっと二重三重でやってはったでしょ、だからすっごいやっぱ時間がかかったと思うね。あれはアーカイブに出るんですか、もうちょっとしたらアップされると思う、一回あのアーカイブをダウンロードして、でちゃんと編集してなのかどうかわからないけど、アーカイブをまたあの後日アップみたいなね、あ編集で切られてるかどうかわからないですけども、あのアーカイブが配信されたあの終わり頃のチェックですそうそうそう、市販台がおおってこっちキッキッって見てたりするあご飯みたいなはい、というわけで、はい、エンドレスに話しているとあのこのまま4本取れてしまいそうなので、あのというわけで、はい、以上をもちましておっさんトーク、うん、あの脈略のないお話終了でございます、はい、はい、では市販台のここから先のご予定などは、そうですね、11月の上旬ぐらいですけど、11月の上旬ぐらいは多分仕事がちょろっと入ってると思うんです、うん、なんか お知らせするようなものはないでしょ、お知らせするようなものはないんですねただ、まあ、11月の頭ちょっとあのオーケストラの仕事がポツポツ入ってるんですけど、演奏旅行に出て行ったりすることがあると思うんですね、だから、まあ、今年は北陸とかの方に行ってると思うんですけど、まあそれ以外のところは結構さっきも言いましたけど、ベートーベンイヤーっていうのもあって割とスケジュール的には楽なので、11月中はちょっとこう時間に余裕があると思うから、またライブ配信とかあのちょっと久しぶりに走るのを再開したりしてみようかなと考えてる次第でございます、考えてるだけですけどね多分やるでしょかなあ、 あのそのライブでやるかどうかわからないですけどなんかいろいろ取りためてくるでしょうきっと、まあまあまあね、暇やったらね、うん、これ切りますけど、うん、そういえばね、うん、うちの奥さんが伴奏しに行ってる合唱団の、うん、去年ぐらいから来はった女性の指導者の方、うん、よく大阪交響楽団の出張公演の司会しに行ってると言ってますよ、へえ、名前忘れた、あほな結構若い人かな、3、40代ぐらいやと思う、
あ、40代までいかへんやろ、30代半ばぐらい、頭か半ばぐらいじゃない、歌の。あ、でもその辺、その辺の明石とか加古川地域の人やと思うわ。うん、そう、司会で来てはった。はい、うんうん、その人がよく言ってるって言ってます。あ、そうなんや、はい、なるほど。へえ、はい、というわけで活動終了でというわけで、あの、何の生産性もない話をずっと続けてきましたが、はい、お時間になってまいりました。はい、この番組は人物像をきっかけに劇場に足を運んでいただきたいと、こちらの正男が配信している熊の音楽チャンネルでお送りしております。はい、チャンネル登録がまだの方は熊のマークからチャンネル登録を、あとね、コメントとかね、うん、これね、これね、などよろしくお願いいたします。アウトやつね。え？はい、ではおしまいの挨拶を参りましょうか。はい、俺たち最低だぜ。うー、またねー。これ久しぶりな感じやね。そうですね、僕久しぶりすぎて指間違えました